東京ゲームショー2018キャサリンフルボディステージにお越しの皆さん、こんにちは。プロゲーマーの時戸です。この度2019年2月14日の発売に先駆けまして、私時戸がですねキャサリンフルボディに挑戦させていただくことになりました。キャサリンフルボディといえばですね、すでに本作の公式サイトや PV をご覧になった方はわかると思うんですけれども、キャラクターも非常に魅力的ですし、ストーリーもね、世界観とかが大人な雰囲気がねとってもたっぷり詰まってますので、存分に堪能したいと思います。前作キャサリンの時点でですね、世界最大の格闘ゲームの大会エボリューションで7年連続にサイドトーナメントの種目になっているぐらい、対人戦の奥深さや駆け引きが評価され愛されている作品になってます。僕はですね、こういったジャンルのゲームはなかなかプレイする機会が実はあんまりないんですけれども、どんなプレイができるかね、ちょっと今から楽しみにしてます。私時戸が挑むキャサリンフルボディプレイ動画、皆さん楽しみにしててください。詳細はキャサリンフルボディ公式サイトで随時、更新していきたいと思いますので、チェックしていただければ幸いです。以上、プロゲーマーの時戸でした。